こんにちは、吉澤です。群馬のデッドストックを中心に販売しているウェブサイトハブを運営しております。よかったらそちらもご覧ください。入荷案内とかインスタで紹介しているので、そちらもチェックしてみてください。今回はですね、非常にやばいフリースが手に入ったのでご紹介したいと思います。こちらオランダ軍の黒のフリースになります。オランダ軍のですね、マレショーセっていうマレショーセイ第4の軍隊、アーミー、ネイビー、エアフォースに続く4番目の軍隊と言われていて、オランダ王立保安隊、国家憲兵と言われるですね、部隊になります。同じですね、黒のミリタリーのフリースといえば、アメリカ軍のエクワックスのジェネレーション2のフリースが人気だと思います。あれもですね、非常にいいですが、近頃値段の方が非常に上がってしまって、デッドだと2万円超えたりですね、ユーズドでも1万円超えてくるような状況ですね。それの代わりと言っては何なんですが、あれはですね、ボーラテックの300っていう非常に厚いフリースが使われているんですが、そちらもですね、非常に肉厚のフリースですね。僕自身もですね、今回初めて手にしてみたんですが、非常にいいですね。日本ではあまり出回ってないかと思います。それでは早速着てみたいと思います。まずですね、今回ですね、入荷したのが、放出される際にラベルの一部が切除されているような状態になっております。バーコード部分が切られて、ステッチも少し外されて取れやすいような感じになっております。あとですね、左胸と両肩、こちらにもワッペンがですね、もともとついてて、それが外された跡がございます。このワッペンを外した後に関してはある程度目立たなくできるので、そちらは後ほど紹介させていただきます。今回入荷して着ているサイズが 8000/0010 というサイズになります。で、私は 170/64kg ぐらいですね。少し大きめにゆったり着れていい感じかと思います。袖口と裾はですね、平ゴムを使ったリブになっております。しっかりとしたテンションの強い作りとなっております。フロントはジッパーですね、ダブルジッパーではなく普通のジッパーになっております。で、襟はやや高めですね。サイズの関係もあるかもしれないんですが、ちょっと顎を入れられるぐらいのゆとりがあるので、個人的には好きな感じですね。で、ポケットはフロントのハンドポケットのみですね。ここはジッパー口になってまして、深さもしっかりあって非常に暖かいです。このポケットの入り口部分とかステッチがですね、デザインにメリハリが出て非常に大事なポイントかなと思います。で、エポレットですね、エポレットがついてまして、こちらは別の生地ですね、布箔が使用されております。最初エポレットどうかなと思ったんですが、着てみても、動画でこうやって見てみてもさほど違和感なく全体的なデザインに馴染んでるかと思います。ものによると結構軍物っぽさが出すぎちゃう場合があるんですが、その辺は非常に良かったです。で、今回サイズに関して、ワンサイズ、このサイズのみだったんですが、NATO サイズと言われるサイズでして、この前半の8000が身長ですね、180/0が2m、 180-2m ぐらいの人向けで、着丈とかですね、袖丈に影響してきます。後半の0010、これは胸囲ですね、胸囲が100-110ぐらいの方向けで、こちらは身幅、横幅に影響してきます。僕が170なので、本来であれば非常に大きすぎるサイズではあるんですが、リブの影響と、もともと丈がそんなに長い作りではないのかなと思います。僕でも別に問題なく着れてる感じですね。ファスナーを開けて着ると若干丈が長いかなって思うんですが、全然許容範囲ですね。リブのテンションがしっかりしてるので、ちょっとブルゾンっぽい感じで着れるかなと思います。丸っこいシルエットで着れる感じですね。実際にですね、170で170センチ向けを着てしまうと、おそらく丈が短く感じちゃうんではないかなと思います。ファスナーを開けて着る分には問題なさそうですが、しっかり締めてリブのテンションが効いた状態であると、ちょっと短いんじゃないかなと思われます。実際着てないんで想像に
はなってしまうんですが、ちょっと大きめに着ていただいた方が、まあ大きめ長めでいただいた方がおそらくいいと思います。今回はただワンサイズのみの入荷ですね。いかがだったでしょうか。個人的には非常に気に入ったアイテムになります。黒で軍物、さらに厚手のフリース、あと真冬にまだ着てないんで、まああれなんですが、絶対暖かいやつですね。まあこれから着るの非常に楽しみです。あとですね、生地に関して難燃素材になっておりますので、まあアウトドア、まあ焚き火とか、あとタバコ吸う人なんかにもいいかもしれません。で最後にですね、ワッペン跡、まあ個人的にはですね、あまり気にならないというか、まあある意味デザインっぽくも見えるので、まあありかなとは思うんですが、まあ気になる方もいらっしゃるかと思いますんで、ちょっとやってみたんですが、結構揉みほぐすと目立たなくなります。で特にですね、洗濯後、乾かす前、濡れた状態で、まあ、揉みほぐしてなじませてあげると結構目立たなくなりますね。結構乾いてる状態でやるよりも濡れた状態でやるのがポイントかなと思います。でこちらが実際に施したものですね。一応洗濯前に乾いた状態と洗濯後濡れた状態で、まあ両方とも2回ですね、2回揉んだりしてちょっとなじませてみたものです。もうほぼほぼわからないかなと思いますね。まあ、ワッペンがついてたって分かってる状態で見るとなんとなくうっすらと跡があるかなっていう程度ですね。まあ着ていったり洗濯していく間に、まあさらにここから目立たなくなると思います。まあ気になる方はですね、やってみてもいいかと思います。ブラックの軍物フリース、さらに厚手、あとこのサイズならではの丸っこいシルエットと、個人的には非常に好きなやつです。ここまでご覧いただきありがとうございます。